2 1センチメートルミセス1 6とは、ドイツ帝国が1916年に正式採用し、第一次世界大戦で使用した19法である。一般的に榴弾砲に分類されることが多いが、ドイツ語の名称が示す通り、ドイツ軍では、モーサーに分類されていた。ムービングイントゥーアクション、ハム、マーチ1 9 1 8ミセス1 6は2 1センチメートルミセス0をベースに、 方針延長と射程距離の延伸が行われている。また、自動車牽引を考慮して、鋼鉄製の車輪がゴムで覆われている。一般的に榴弾砲に分類されることが多いが、ドイツ語の名称が示す通り、ドイツ軍ではモーサーに分類されていた。砲弾は2種類あり、重量1 1 3ラムの榴弾と TNT11.61。 キログラムが詰まった121.4キログラムの鋼鉄のシェルを持つベトン弾を使用した。1940年に21センチメートルミセス18と取り替えられるまでドイツ軍の第一戦で使用されてきた。2戦に退いた後も訓練などで使用されていた。スウェーデンではドイツから1918年に12門を購入して1950年まで運用していた。 このうち四問はフィンランドに売却されている。ありがとうございます。